AI でイラストを描くっていうのは今年も本格化しまして、すんごい俺な日経でさ、はい、このどっちが AI が描いたでしょうみたいなのがさ、日経電子版でさクイズになっててさ、お俺2問間違ったもん。で、分かったことが一つあったよ。AI はやっぱり気が利かない。あの、だから、これ、引っ掛けだろうとかって言うのはない。素直に思った方を答えれば全部。AI に引っ掛けはないっていうのが分かった。じゃあ、まだ見分けられるレベルっていう感じなんですかね。いやある程度、ないと、見分けられないし、逆に余計なこと考えちゃうと騙されてまんまと騙されてんだもんね。2問も間違ってんだもん。びっくりしたよ自分で。これはさすがに、ああいう問題の時さ、本物の方をさ、あの本物そっくりの偽物持ってくるってことはあんまりないんだなっていうことも分かった。本物の方は本物のそのまま出してるんだなっていうことも分かった。あでコメントでもありますけども、なんか賞を取ってしまったものも、まあ、実はあったんですよね。うん、だけどさ、それ結局モニターの上での話だからね。うん、出力っちゅうもんがありますからね。出力はできないでしょ。例えばゴッホのあれがどんなにモニター上ゴッホそっくりでもさ、それをさ、ゴッホのタッチで、あの、厚塗りのさ、でゴムをつけて、油絵の上で出力するってことはできないですからね。うん、やっぱりさっきのお話、あの、イラストレーターと関わっているお話でいくと、うん、画家の仕事は AI はできないけど、イラストレーターの仕事は AI ができちゃうみたいなのはあるんですか？あのもう完全になんかさ、あのこの動画にさ、みんなが後で入れてくれるイラストあるじゃん。 ああいう説明的なイラストは AI でいいよね。もう多分いいと思います。僕らもそうちょっと思っちゃう。多分 AI の方が気が利いてるぐらいのことするよね。もっと思い通りのやつ作ってくれるよね AI の方が多分。ここよくわかんないけど、貧乏な画家が女性に裏切られて悔しがってるところとかっていうと、うん、AI はすぐ作ってくれるよね。イラスト用で探すより早いよね、 AI に作ってもらった方が。だからそういう需要は AI が。あ、そうだ。何？イラスト屋の AI が公式で出た。うん、何イラスト屋の AI って？イラスト屋のタッチで書いてくれる AI がなんか公式でできたらしいんですよ。今言ってる方いて、あ、思い出しました。なんか 見ました私もそのニュース。あ、そう、はい、でもどうせ AI に頼むんだったら必ずしもイラスト屋のタッチじゃなくてもいいよね。そこだわ、イラスト屋のタッチにこだわる理由も可愛いじゃないですか。そういうことか、うん。でもそれができるってことは、和田みたいに書いてくれっていうのができるのかな。和田のデータがたくさんあればできるんじゃない。そういうことですね。確かにできちゃう。和田に1万枚ぐらい書かせて覚えさせたら和田AI はできると思う。だけどやっぱりその辺も最終的な味は出せないと思うよ。AI の方がさ、またこういうこと言うと俺また世の中に叩かれるかもしれないけどさ、 AI の方が和田より利口だろ。正しいことしちゃうでしょ、はいはい、AI は、はい、和田みたいに面白いことしてくんないと思うんだよ。AI は右手と左手間違えたりとか、右手と左手間違えたりとかそういうことしないんだよ。できないんだよ AI は。確かにAI にそういうことしてもらうためにはそれを入れなきゃいけないんだけど、バカっぽくを入れなきゃいけないけど、できないよ AI は。あの学級員がふざけてるみたいなつまんない感じになると思うよ。例えば和田を AI は凌駕ができないと思うね。和田舐めてもらっちゃ困るよ。和田のタッチ
って意外と変わってますもんね。だんだん成長はしちゃってるから。そうなんですよ、まだ成長しちゃってるからね。うん、でもそれもだからやっぱり枚数が多くなったら和田の成長の仕方やなんかも AI 分析してくるとは思うけど、すごい徐々にうまく、うん、でそういうことはできるんだよ AI は、うん、AI はとにかく真面目に勉強する子なんだよ。真面目に勉強すればできるようなことはできるんだけど、面白いことができない子なんだよ。これさ、前にAI には規制がないと。人生って、まあ、教養とか教養 AI 教養がないからさ、しょうがないよ、人じゃないんだから AI。 AI にそこまで求めるのは酷だよ、うん、AI がそんなボケてきたらびっくりするよ。